じゃあ2018年はい明けましておめでとうございます。だいぶ経ってますけど、ね、1週間経ってますけど、そうですね、ね、タバコをやめ始めてる人もおるという噂でちょこちょこね、来ましたよ。僕東京なんでちょっと情報が遅いんですけど、そうですね、禁煙というよりは、うん、あの電子タバコとか、そう、うん、俺もプルムテックに変えて、あれタバコじゃないの？一応ニコチンはあるけれども匂いとかがだいぶ少ないのと、タールが入ってないから、そうです、タールがないので、うん、肺も汚れない。お部屋がすごくなんか、うんうん、匂いがしなくなりました。ガンにならないの？いやー正直ね、ある程度年数経ってみないとなんとも。ただ機材車は、うん、あのマジでずっと言ってたんや、うんうん、快適にはなりましたね、空気はね、うん、タバコ吸えへん。今日大丈夫でした？今日大丈夫やった、うん、大丈夫でした。ええことやん、うん、俺お前の後ろやんか。だから席的に、ね、そうねそうね、だからあのタバコの煙がちょっと窓開けて吸ってくれって一応ね開けてくれるんですけども、うんうん、開けたら開けたら煙がうわっと基本的に風はうわっと来るわけですよ。だからみんな前ね、うん、暑いって開けるけど、うん、結局後ろが寒い。お前風邪ひいてんな。誰が誰が風邪ひいてんな。せこい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 。いつ降ってくれんのかな。鼻水が止まらない、もうとにかく、ね、あそうなんや。ね、タバコやめたのにね、タバコやめたのに、うん、なんかブロック外れたんかな。ニコチンのコーティングが取れたから取れたかもしれない、うん、よくない方向に行ってる。だからやめ方がやめ方がよ、風邪いくねん、風邪いくねんから。でも君はほんまやめた方がいい。まあそうね、年末弱いから、年末でも弱いしね、うん、まあまあええことはないよ、ね、フルーツ食えって言ったら全然食ってんやろ。食うて何年食ってんのフルーツ正直。この間なんかのイベント、いやでもほんま 2、3年、うん、食って打てないんちゃうかな。よろしくお願いします。そんなやつ正直だから全然、逆にどのタイミングで食べんのっていう、一人暮らしやん、うん、いや飯食ってその後に食べたね。それわざわざ買うってこと、フルーツを。そうやんか、どこでもいい食うんだよ。素敵な環境、それ買わなあかんやん。フルーツを買うっていう文化がない。ないやん。ない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 。買う、あ買うか、買うし買うてたわ、コンビニで。なんか文化がないってお前何人やねん。いやでもちょっとそういうのもね、ほんまに気をつけんとあかんなって、もう思い出した、うん、もう健康、うん、20代の子なんて何を言うてるんだと思ってる、うん、言うてお前もう40やろ。そう、40を記念して、うん、やるわけですよ、ライブも。やるっていう話ね。そうです。今、グッと持っていこうし。ギュー火事よ。ありがとうございます。はい、終わらそう。そうですね。2月のね。重捨てやってる。何でも引っ張るだろう。言われたけど。2月3日に、はい、ありがとうございます。プラスのプラスの私40歳の誕生日ですね、2月3日に、はい、フルーツ大統領ワンマン。絶対食べへんのそんなもん。フルーツ大統領新しい文化を作るからね。そうそうそう、もうその国の長やから。ワンドリンクワンフルーツ。そうそうです。まあタコスクな。MC の旅にフルーツ運ばれてますから。何かしらのそれぐらいやったらええよ、フルーツもいいよ、食べて評もするし。そんな感じですな。もうワンマンもうすぐなんでね、はい、ぜひ皆さんもちゃんと宣伝してくださいね。一応その届くように、はい、みんなの、だからあなたもログインしてくださいちゃんと。だからTwitter、Mixi、Facebook、ね、全然やってへん。今から打ち上げやで、もう2年ぐらい、4年ぐらい止まってんじゃん。長い打ち上げやな、お前。ゲンさんと2人で待機してるそうで、ね、ずっと止まってる。ずっとそこ、そう、知らん人見たら、事件起こってるよ、ね、この後なんかあったぞっていう。いや、ほんまや、まあ、そうやね。ブログもさ、うん、そうやろ、ゲルグフェスタ昼の部最高でした、夜はまた今度って言ってから全然か。事件、事件や、事件や。夜の部やってない何年前や。ツイッターね、うん、いやもうできへんでしょ。いやまあまあそ、まあライブの宣伝とかぐらいは、うん、1回じゃダメなんや。だからみんなさ、ずっと見てるわけじゃないから、みんなその何回も何回もやってつぶやいてる、あなた以外ね。そうなんだ。まあ22周年なんで、
ちょっとええとこ見せなあかんなと思ってるんですけど、まあ、あの彼もワークも入って初めてのワンマンなんでね、ちょっとベース配分とか気になるところですけど ね初のロングセットリストです。どう体力作りを、うん、そうね、とりあえず一通り落ち着いてきたんで、うん、プライベートの方が、うんうん、いやちょっとほんまにね、その体力作りもさ、健康作りもそうやしね、うん、その辺をちょっと変えていかなあかんねって、うん、思とるわ。怖い急に大きい声出したよ、急にびっくりする。怖いわあんたどっか怖いわ何話なほうが映りますわ。何話なおい、いやほんま癒せなあかんで、なんでやあんたも、あんたもなんでやねん、ちょっと健康なんでやって、うん、タモコやめたんはまあすごいと思うけど、うん、肥満もちゃんとした病気やで言うたら一種の肥満っていう二文字、いやボーカルやで、ボーカルやで、うん、いやそうやけど、うん、聞けへんやんずっと今習字の肥満が来たの、習字肥満がボーンやからめっちゃ嫌やった、力強い血でね、そうそう、いややめてくれ、そうだ俺もそのお前細い文字でくれいやでもあのあれボクシングジム行こうって、ああえ急にあの輪島浩一のジムが近くにあるの鍛えて、うん、もう真っ先にお前ドツイちゃうなんでドツからなあかんねんボクサーの拳は狂気やから、声が入るぐらいなるおはようヤンキーの先輩やんちょっと抵抗やってくれやんまあまあちょっとね、ほんと体力作りしますわ、いや、もうしてね、ちょっとで、今年はね、ワンマンとかもちょっとね、いろいろやっていけたらいいなと、ロングのライブを、ね、あれもやろうと思ってんの、あのファンクラブの動画で、はい、体力測定じゃないですけども、ちょっとやりますんで、皆さんちょっとみんなスポーツ企画、そうです、みんな動かしておいてください、なんか2月3日は、だから君のもう記念すべき40歳の誕生日やから、はい、みんながプレゼントそうあげるの一つずつ全員、うん、一つずつみんな考えて、ゲンさんはええわ、もうもらってるから今で何回もあなたのはええわ動き出しとんねん動き出すってね、買いに行くだけの話やないかそれでもやってこい、なんかライブただ単にライブするよりかは、うん、そういうのもなんかやってさ、まあね、みんなで楽しみたいとか、うん、あるやん、うん、そう、だからスポーツテストはいいと思うよ、スポーツテストね、うん、やりましょうじゃん、学力テストも楽しみやわ、あのみんなで走ったらさ、うん、そういうのともしんどいと思うんで、うん、なんか分かりやすいやつを考えていきますわ、ね、反復横跳びとかね、いやもうそれしんどいでほんま死ぬと思うで、結構だからまだ若いやん、だからいけると思うけど、全然いや無理やん、あのフリースローとか、あーいいね、あなるほど、体力ついてもそういうセンス的な、うん、そんな動かなくてもいいような感じのやつをあとレスリングとか、いやいやめっちゃ体力いっちゃう誰と誰がやんでます、足腰が重い、うん、あと 3-on-3 ね、年上チームと若手チームとかバタバタやで俺らほんまに生体やからとりあえず全部外されてますわシュートねっていう、俺ずっとロングパスやってもう動かへんけど、そういうのもやりたい、サッカーのさ何やったっけね、フットサル、フットサル、うん、リフティングもせえけど、面白かった、スキーも行きたいねって言ってるやんか、うん、毎年、うん、この人うまいって言い張るやん、もうそうやね、うん、そうやね、うん、まあ、忘れない筋肉って言いますからね、うん、そう、まあボードでもスノーボードでもいいんだけど、あれほんま失敗したな、骨折れるから、わかるわかるわかる分かる、でまあスキーも、スキーもまあ行けたら今年中、今年中、今年中、うん、あのあれはあの、うん、ほら建物の中でやるやつあるやん、めっちゃあるね、建物の中でやるやつ、建物の中でやる、2000種類ぐらいある、建物の中でやる好きやるどんな好きあの要は山じゃなくて、うん、人工、そう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 、雪じゃなくていいってこと、いや雪、人工の雪じゃないのあれ、いや、もういいとこない、いいとこないで分かんない、あるある、あのそういうところがあって、そこは多分傾斜もそんなに激しくないから、まあ素人が行くんだそっちの方が最初はまずね、うん、アイススケート、あ、いいね、あいいね、スケートなー、スケートか、まあまあまあ、まあ、何回か行ったことあるし大丈夫よ、そんなんやってもローラースケート、ローラースケートは多分いけんちゃうかな、うん、アイススケートの方が多分おもろいの、おもろい、おもろい、うん、あの腰ガクガクなるやつ、いいね、いいねほんまに怪我する可能性ありますけどあれこそそうやな、カッチカチっすから、ちょっとヘイデタみたいな、ふんばってヘイデタみたいな
そういう星や。そうね。ハプニング。うわあ。うまいことやるよりもってことは。そう。まあそう面白い、まあ、ね。まあね。まあなんか考えましょう。うん、その辺もファンクラブのやつは。うん、な。逆上がりとか。あ、逆上がりやったやろ。俺できたことない。教えてあげるわ。いいわ。なんでもっと上手い人に教えてほしい。俺めっちゃ上手いよ。上手いとかあるんすかね。めっちゃ上手い。あれさ、走ってるのがでも一番面白いねんけどな。いや、グランド走ってるのがめっちゃ面白い。砂煙ちょっと出て忍者忍者走り、うん、オカマ忍者、うん、オカマの忍者ね。あのそれをそれでどっかで撮ったらええやん。ちょっとあの運転しててごめんちょっとお腹痛いから、うん、止まるわって言って全員車残ってんのにパラさんだけがトイレに行くところがめっちゃ面白い。ほんまにオカマ忍者が走ってる。ほんまにいつもな。オカマの忍者って何。大体上半身の動からさすごい。そうそう、下だけがくるくるくるって回ってる。体幹が、うん、何の話してたっけ。ワンマンの話。ワンマンと宣伝しようよ。でみんな来てね。そうですね、ワンマンありますんで、2月の3日、おなじみの下北沢レッグで、はい、ぜひ、お越しください。いません、はい、まあとりあえず普通にワンマンやりまして、何曲かな、何曲か忘れたね。もうセットリスト組んでましたけども、でもまあ20から25ぐらいはやろうかなとは思っております。ほんで、そうですね、あと夜の部が2部が、アコースティックライブですけども、うん、そちらもチケット売り切れたんですけども、はい、当日出せればどうかな。だまあ多少ね、あの昼間来てくれてやっぱ夜もどうしても見たいって言うてくれるんであれば多少来てくれた方で。そうですね、そうかな、まあ分かんないですけど初の試みですよね。もうキメキメですもんね、今回は、うん、アコースティックね、うん、あの いろんな楽器挑戦したいと思います。そうですね、エレキダメですよ。エレキしかないもんだから、それ無理だろ、口で言うしかないもん、このブンブンブンって。変わんかーい。出てて口、うん、あれと20年やってくるよ。口見て口も、まだやってるよ。ずっとやで。メーカーで言うとチャキの回。それもガチガチのウッドベースやね。ガッチガチのウッドベースやね。アコースティックベースでもいいじゃないですか、あのアコギみたいなやつ。そんなんあるの。あります、ね、あるもん。でも結局エレアコやろ、ベースのやつは。まあオベーションかなんかのやつじゃないの、結局 DI 通してやろ。いや結局だからお前アコースティックではないやん。でも音がちゃいますやん全然。わからん。いやね、遠く以外のインストアライブしたいですね、うん、そういうことや。だから俺が言ってんのは、我々あのタワレコさんとかでやらせてもらうときいつも遠くみたいな。楽器サードがないね、そういや、うん、ちょろっとやるためにはこういうアコースティックの、うん、ね、ショーをやる、やっとくべきだわけです、まあ、べきだわ、うん、アコースティック、アンプラグと言ってんのに、うん、俺はエレキじゃん。俺持ってないから。顔俺持ってないからみたいな。頭押す。頭押す。何の話しましたっけ。2月3日。それとばっかりやわ、ほんまに。でワンマンやって、うん、アゴスティックもやりますんで、うん、まあ、ぜひ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 もろいなお前。ほんまにもうちゃんとやろう。アホ映る。何言わない。誰が何言わないお前。昨日ぜひね遊びに来ていただいて、はい、夜も良ければ、はい、うん、ぜひぜひ、はい、そうっすね、来てください、はい、一人じゃなくてね、お友達を連れて遊びに来てほしいですね。はい、ぜひぜひ盛り上げに来てください。はい、よろしくお願いします、はい、絶対楽しいだよ、はい、約束しますんで、うっす、お願いします。ほなまたー。